危ない、何をしてる。はっ、なんだ？バカじゃないのかお前は、男のくせに。なんだなんだ。最近は女みてえな男が増えてるってが本当だぜ。いやんバカ。排気ガス、工事、騒音。木や草や花が苦しんでいる。このままではみんな死んでしまう。やがては人間が。あらゆるものを見るために私は生まれてきた。見ることが私の生きがい。私は広い自然を見る。月も星も森も小鹿も全ては私と共にある。自然はすべて永遠に神の庭。幸せな二つの目よ。世界はあらゆるものが美しい。ごめんごめん、受け損なっちゃったんだ。大丈夫か？だけどボケっとしてるからいけないんだぜ。大丈夫だよ、ちょっとびっくりしただけさ。命の歌。へへ、刺繍だってよ。どれどれ。女の子見て。ああ、だからボールが当たったぐらいで失神しちゃうんだよな。返してくれよ。私は広い自然を見る。月も星も。やめろよ、返してくれ。へっ、お前こんな本読んでるから頭おかしくなったんじゃねえのか。おらよ。行こう行こう。あんな女みてえなやつとは付き合ってらんねえや。そうそう、行く。自然からどちらの側を眺めても無限である。あの子ノイローゼじゃないかしら。勉強のしすぎじゃ。でもね、やっぱりいい学校に入るには勉強しておかないと。受験受験、それが良くない。ノイローゼにもなるよ。わしゃ反対じゃ。かといってあなたのようになっては困るし。ぐー。違うんだ、僕はノイローゼなんかじゃない。僕には聞こえるんだ。自然の木や草や花の断末魔の声が。あ、聞こえる聞こえる。誰だ、僕を呼んでるのは。ーレ、僕をここへ呼んだのは君は。私の名はレミ。頭の中で声が聞こえて、あなたが呼んだの？僕じゃない。僕も呼ばれて。変ね。じゃあ一体あの声は？本当だ。でも同じ声に呼ばれてここへ来たんですもの。僕はジュン、よろしく。見ちゃった見ちゃった。ジョビー、あなたどうしてここへ？お姉ちゃんが急に起き出してこっそりと出かけたから後をつけてきたんだ。あ、そう、こういうわけだったの。真夜中にこんなところでおデート。あ、違うわジョビ、それは誤解よ。僕たちは今夜初めて知り合ったんだ。うん、じゃあお姉ちゃんたちどうしてこんなところに来たん？どうしたのジョビ？君たちを呼んだのは我々だ。君たち二人は我々の声のみか動物や植物、この宇宙のすべての生きとし生けるものの声を聞くことができるからだ。すべての生命には心がある。そして心は声を持っている。この星の不幸は支配種族である君たちの同族人間がその声を聞く能力を欠いていることだ。声を聞く心の耳のことを、この星地球の君たちの言葉では共感能力、エンパシーと呼ぶ。地球の支配種族人間がそのエンパシーを持たなかったために、この星は死の危機を招いている。そして星の生き延びようとする意志が君たちを生み出したのだ。ではこれから君たちをある空間、ある時間に案内しよう。大変だ、 UFO がこっちへ来る。逃げないと連れてかれる。そこで君たちにこれから何をなすべきか学んでもらいたい。君たちは今50億年前の太陽系の誕生に立ち会っている。水星、金星、あれが地球だ。生命の誕生。地球は膨大な時の流れの中、絶え間ない火と水とによる変動の中で微小な生命からついには巨大な生命まで生み出している。そして今はそう白亜紀の終わり、大恐竜時代なのだ。君たちをここで降ろす。死とは、生とは、生命とは何か、それを君たち自身の目で、耳で、心で感じ取ってもらいたい。そして君たちが何をなすべき、何をしなければならないかを学んでほしい。くりした。なんだよあれ。でも面白いな。あれ本物だもん。プラモの恐竜じゃないもんね。ジュン、あなた何か感じる？腹減った。食べ物、空腹感、それから危ない。それだけ。私もそう。あとは平和と言っていいほど静かだわ。恐竜って殺し合って生きているんだから、もっとすごいと思ってたのに。でも考えてみれば、恐竜たちには人間のような感情というものがないんだもん。当たり前かもね。恐怖や欲望、憎しみや嫉妬心もね。あら、ちょび、何してるの？いや、ここは恐竜どもの世界だから、戦う武器が必要になると思って作ったんだ。バカね。そんなもの役に立つもんですか。そう、恐竜が出てきたら逃げて隠れるのが一番。チェ、弱虫。うん。わあ。キャー。なる。こら。待て待て。およしなさいったら、チョビ。トカゲちゃんかわいそうよ。トラ。なる。待て。チェ、逃げられちゃった。もう逃げ足の速いやつだ。いや、だけど。はあ、ははは、殴ったら取れちゃったんだ。ざまあみろ。でもどうだい？これ役に立ったろう。バカね。あのトカゲちゃん、何も悪いことしなかったじゃない。それなのにチョビ、あなた。あら。やっぱり役に立ったじゃん。あ、ごめんなさい。いや、照れちゃって。やっぱりよっと。とにかくこれは必要だ。僕がしっかりしなくちゃ。あとは女の子みたいな男の子と本当の女の子なんだから。 SF では読んだことがあるけど、こんな時間旅行ができるなんてまだ夢を見てるみたいだ。ええ、でもあの UFO に乗っている人たちって一体何者なのかしら。わかんない。それに僕たちに何を学ばせようとしてるのかも。ふん。うわあ、お姉ちゃんたち、早くおいでよ。卵だ。でっかい卵がいっぱいあるよ。ちょうどお腹が空いてたんだ。はい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 。してるの？うわー。お姉ちゃんをママだと思ってるのさ。動物って最初に見たものをお母さんだと思うんだ。バカね。でもこの子たちのお母さんいないのかしら。恐竜たちが絶滅したのは卵を産みっぱなしにしたからだっていう説があるんだ。こんな暖かい気候だからほっといても卵はかえったんだが、そのために他の恐竜たちに。ん？また追ってくる。このままで追いつかれてしまう。行き止まりだ。あの穴に逃げ込め。そんなことして怒らせたら。へっちゃらだよ。バカだからからかっても分かんないよ。だからこそ諦めるってことも分からない。一度狙った獲物のそばからはずっと離れないかも。そうすると僕たちはずっとここから出られないの？うん、多分あいつが空腹にたまりかねて別の獲物を探しに行く気になるまでね。へえ、その間にこっちも腹ペコになっちまう。大丈夫、恐竜は体が大きいだけにいつも食べていなきゃならないんだ。お腹が空くのは向こうの方がずっと早いはずだ。でもあいつはこの子の兄弟を食べたばっかりじゃないか。なのちくしょう、しつこいやつだ。いつまで粘るつもりなんだ。お腹が空いたのか、かわいそうにな。でもここには何にもないからな。かわいそうに。お腹といえば変だな。あれからずいぶん経ってるのに全然空かない。そういえば私も。これもあの UFO の時間旅行のせいかな。今のうちだ。もしかしたらあのトリケラトプス、あの子のお母さんかお父さんかも。うん、でもさあ来るんだ、早く。悲しそうだったもん。プスボウ？トリケラトプスの子供だからプスボウさ。僕がつけてやったんだ。あんなに大きな体だからね、一日中食べてなきゃ持たないんだ。これだけ大量に食べていたら草焼きなんかなくなっちゃう感じ。そう、加減して食べたり新しく木を植えたりという知恵は恐竜たちにはないからね。暖かい気候で植物がどんどん繁殖してる間はいいけど、ちょっとでも気候が変化しようものなら食べるものがなくなって生きていけなくなる。トリケラトプスはプスボウだというの？プスボウだ！絶対にプスボウだ！一日でこんなに大きくなったんだ！まさか、いくら暖かくて成長の早い恐竜時代だってこんなことありえない。時間、やっぱり時間がおかしな流れ方をしているんだわ。お姉ちゃん見てよ、プスボウこんなに大きくなっても僕のこと忘れてないよ。プスボウのことっていい、お腹が全然空かないことっていい。やっぱりレミの言う通り時間の流れ方が違ってるんだ。確かあれはバキュームか。違うよ、バキュハラサウルスという恐竜だ。舌を借りそうね。頭の骨が25センチもあるんだ。どうりでよく痛くないと思ったよ。喧嘩してるのかな。ただ遊んでいるだけかもよ。いや、ほらあそこを見てごらん。多分あそこで見ているのがメスだよ。あのメスを奪い合って戦ってるんじゃないかな。アホらしい女の子のためにあんなことしちゃってさ。でも人間だって同じだ。種族保存の本能なんだ。ティラノサウルスだ。危ないわよ。平気だよ、お姉ちゃんも来てごらんよ。噴火するぞ。チョビ、早く。むちゃくちゃだよ、もう。まるでこの世の終わりだ。チョビ、さあ元気を出せ。やだよ、こんなところ大嫌いだ。我慢できないもん。そんなわからないこと言うなら勝手にしなさい。さあ、順行きましょう。うん、チョビ来るかな。ダメ、振り返っちゃ。今にも追いかけてくるわ。本当にわがままなんだから。しょうがないさ。可愛がってたプスボーが死んじゃったんだから。悲しいのと疲れとで、自分でもどうしたらいいのかわからなくなっちゃったんだ。それは分かってるけど。竜たちかわいそう。草や木が枯れちゃってもうあまり食べるものがなくなってるんですもの。だけど体が大きいから食べ続けないわけにはいかない。しかもあんな天変地異や気候の大変動があった後も生活を変えなかったんだ。そして少ない食べ物を奪い合い、仲間同士で殺し合う。一番新しい恐竜絶滅説って知ってるかい？知らないわ。地球のというより太陽系の近くの恒星が爆発して、その結果多量の宇宙船が飛んできて恐竜たちをみんな殺してしまったというものなんだ。それ本当なの？わかんない。現代ではまだ大きな謎なんだ。現代って今のことかい？違うよ、僕たちがいる時代のことだよ。じゃあやっぱり今が現代じゃないか。そうじゃなくて、今は多分白亜紀の終わり頃だから、現代から数えれば6500万年前で。ちゅっ、ややこしいや。とにかくもう間もなく恐竜たちは死に絶えてしまうんだけど、その原因についていろいろな説があるってことだ。シダ科の植物に含まれているアルカロイドが増えて中毒死したとか、大きく成長しすぎてホルモンのバランスが取れなくなったとか。種の交代説ってのもあるよ。つまり哺乳類が現れて彼らの卵を片っ端から盗んで食べてしまったんだ。ジュン、見て、モグラのような動物が。あれは爬虫類じゃない。哺乳類の先祖とされるデルタリジウム。恐竜絶滅説には他にもいろいろあるけど、一番の理由は大きくなりすぎた体のせいだと思う。体に比べてあまりに小さい頭脳しか持たないために、変化に適応できる知恵が出せなかった。鳥じゃないわね、この足跡。うん、こんな大きな鳥はいないよ。あいつの足跡じゃないか、固めのティラノザウルス。まさか、信じられないわ、こんな長い時間。ほんと信じられない。でもかなり最近まで恐竜が生き延びてた可能性もあるんだ。アメリカで見つかった恐竜らしい生物と戦っている人間の岩絵、それに現代でもネッシーやニュージーランド沖の怪獣騒ぎ。しかしその可能性はあると思うけど、僕が信じられないのは同じチラノザウルスがずっと生き続けているということだ。しつこいんだよ、アンチキショ。考えられることはたった一つしかない。僕たちと同じ時間の中にチラノもいるってことだ。ということは、あのタイムマシン UFO がなぜかあのチラノザウルスも一緒に運んでるってことになる。どういうことなの？そうだとしたら何かきっと意味があるに違いない。それじゃ不公平だ。だったらどうしてプスボを助けて運んでくれなかったんだよ。やることが汚いじゃないか。やめなさい、チョビ。花を折っちゃかわいそうでしょ。変だ、何がかわいそうだ。スボの方がやめなさい、チョビ。そんな悪いことしてるとチラノザウルスがやってくるわよ。くそ、来てみろってんだ。今度会ったらやっつけてやる。チョビー。チョビったらどこへ行ったのかしら。レミ、大丈夫だ、近くにいる。でもお姉ちゃん。チョビ、あなた。紹介するよ、この子ルルってんだ。ほいでさ、ルルが住んでる村がすぐ近くにあるんだって。ほいでもってさ、一緒に行かないかって。お姉ちゃんたちもおいでよ。驚いたわ、チョビ。いつの間に、どこで。大丈夫かしら。と思うよ、とても優しい女の子みたいだから。でも一体どうやってあの子と言葉が通じたのかしら。言葉なんていらないんだよ、子供の世界では。あ、もしかしたらチョビたちもエンパシー。あの女の人、ルルのお姉ちゃんなんだって。これから神様の生贄にされるんだって。なんだそれ、おいしい。あいつだ、神様ってあのティラノザウルスなんだ。ダメ、生贄なんて。助けなきゃ。レミ、この祈りで何を感じる？子守歌、安らぎ、平和。そうなんだ。この祈りは一種の集団テレパシーなんだ。ティラノザウルスの子守歌、一人だけの生贄で他のものは見逃してくれという神様ティラノへの心の祈りなんだ。それじゃルルのお姉ちゃんがかわいそうすぎる。だからこの祈りをもっと強くすればルルのお姉さんを助けることができるかも。祈るんだ。僕たちも一緒にティラノザウルスがこのまま引き返すように。ダメだったらまだ行っちゃう。何をする？どうしてくれ？決まらない。残念！何をするんだ？よせったらグズグズしてるとまた。そうだよ、マルケ、どうせよ。大丈夫だ。ティラノザウルスはあそこから登ってくれない。今のうちに逃げるんだ。がもしゾウ怒り、お前たちのせいだと言ってるわ。ここは通さない。戻って犠牲になってもらおうということか。冗談じゃない。そんなに食わせたきゃ自分で言って食われちゃえ。こんなことになったのはあなたの恐怖心のせいよ。あなたの誤った恐れがせっかく祈りで眠っているティラノを目覚めさせてしまったんだわ。チラノに入られてしまう。みんな逃げるんだ。何をしてるんです。早く洞窟から逃げるんです。呪術師の呪いがチョビに移った。うん、チョビの目覚めかけたばかりのエンパシーに、そしてチョビからみんなに。人間はもともと誰でもエンパシーを持っていたんだ。それが言葉やテレビといった通信手段の発達とともに退化してしまった。でもその能力は、エンパシーはみんなの心の底で眠っている。でも時々目を覚ます。そう、人の憎しみや怒りが目覚めさせる引き金になることもあるし、また愛や優しさが目覚めさせる。憎しみや怒りに共感したら、その先は破壊と破滅しかない。だからこそみんなの能力を目覚めさせる引き金は愛でなければ。分かったようだね、君たち。巨大になりすぎた恐竜は君たちの社会と同じだ。本能の赴くまま食べまくって滅んだ。知恵があれば、あるいは生き延びることができたかもしれない。人類もこのままでは恐竜と同じ道をたどるだろう。救う道があるとすればただ一つ、知恵と愛。君たちがその引き金になるのだ。全人類のエンパシーを目覚めさせるように努めるのだ。人類が愛のエンパシーに目覚めて、我々宇宙の魂と祈りを共にすることができるようになったら、我々は君たち地球人類を喜んで迎え入れることになるだろう。生き延びてほしい。その日を待っている。Abound in each love that you have found, be it near to you or far away. Love's not a day